QOL サービス出版たすけ7、8月号睡蓮の咲く池波紋の作り方です。青、水色のお花紙を2つ折りにし、コピーした型紙に挟んでホッチキスで留めます。型紙には後で分けやすいように AB の記号を交互に書いています。これを真ん中から切っていきます。外側から切るとホッチキスが取れてバラバラになってしまいます。全部切れたら A と B に分けます。これを広げると大小の波紋が2つできます。2色重ねているので波紋が4つできました。これを台紙に並べてテープのりで貼りましょう。